以上がリーバープロジェクト中止によって出たグループ全体の損失ですか。社運をかけた一大プロジェクト、その損失も甚大か。だから私は言ったのだ。あんな年半もいかない若造にプロジェクトを任せるなどと。まあまあ、今はそんなことを言っても仕方がないでしょう。それに紫電君の手腕は見事だったじゃないですか。恨むならあのテロリスト、ガンボルト。フェザーか。くそ、あの忌々しいハブシどもめ。紫電君はスメラギに所属するセブンス能力者たちの奥から慕われていました。今回の損失と彼の逝去でグループ全体が混乱している今、海外に攻め込まれでもしたら。最終国防結界加味しろ、あれがあるだろう。ハムシどもの時は抜かったが、今の加味しろは以前よりも何倍も強化されている。あのバリアがある限り海の向こうからの攻撃など。うわぁ、なんだこのアラートンは。まさか。最終国防結界の解除、試練なき今、実にたやすかったよ。ディーバプロジェクトはまだ終わっちゃいない。さあ、我らエデンの大いなる愛、この国にあまねく広めようじゃないか。追い詰めた。取り囲んだぞ、小ネズミめ。我らスメラギの大型ドローン、飛天。そのコントロールを奪い去り、飛天を暴走させているのは貴様だな。違う。と言っても、信じてもらえないんだろうね。当然だ。その服、知っているぞ。我らスメラギの恩敵、あのテロ組織、フェザーのメンバーだろ。フェザーか。とっくにやめたんだけどな。これはこれ以上に便利な服がないから着ているだけなんだけど。もうだからその服変えた方がいいって言ったのに。それでどうするの、力貸そっか。しよう。いや、必要ない。このくらいなら。なんだ貴様、誰と話している。君の悪いガキめ。えい、撃ち抜け。残像、攻撃が通り抜けた。電磁結界カゲロウ、どんな攻撃も僕には通用しない。カゲロウ、まさか。電子を操る最強のセブンス、アームドブルーの能力、まさかお前は。この人は GV、 アームドブルーガンボルト。ま、どうせあなたたちには私の声は聞こえていないんでしょうけど。問題ないよ。ああ、よかった。君が無事で。いくら無敵のアームドブルーでも万が一ってことはあるからね。あの、GV？ その声は王か？なぜそこに？ごめんなさい、GV。あなたのことを心配で。王家がどうしても君の無事を確認したいって言うからさ。確かに久しぶりのミッションだけど、僕は平気だよ。だから心配しないで、オーカ。うん、GV、帰ってきたらお
夜食作っておきますから。何がいいですか？今は作戦行動中なんだけど。ごめんなさい。それじゃあ GV って、だから無事に戻ってきてください。そうか。もう GV、 オーカにデレデレしちゃって。そんなつもりは。なんだ、 GV なんて知らない。参ったな。そういえば GV、 EP の残量は大丈夫？オーカも君もみんな心配性だね。 EP はいつでもすぐにチャージできるって言わなかった？知ってるけど、 EP を使い切った状態、オーバーヒートだっけ？オーバーヒート中はしばらくチャージができなくなるんでしょ？今はシアンのカゴもないみたいだし、十分気をつけてね。それはそうだけど。前所って、まったく君と来たら。うん。GV、 またシャッターか。同じ仕掛けで。けどよくこんな巨大なドローンが浮かんでいられるね。大陸どころか世界のどこにだってない技術だよ。スメラギは独自の秘匿技術を持っているから。眉唾な話だけど、重力制御だってできるなんて噂も聞いたよ。さすがにそれはないと思うけど、スメラギはセブンスの分野では世界でもどっこ。あれはリトライマーか。なかなか警備が手厚い。けど連中はその手厚い警備を変えてくる。起点をジャックしたことに、たぶん何らかのセブンスを使って。スメラギでもフェザーでもないセブンス能力者。もちろんただの愉快犯の仕業ってことがあるだろうけど、それにしてはゴールの大きすぎるはずだね。 GV、 ゲートモノリスだ。あれを破壊すればエリアクリアだね。シャオは初めてなの？ゲートモノリスを見るのは。その下を進むとハンガーだ。スメラギはドローンの一作兵器の。ふーん、こいつがダンボルト。本当に突ってくるとか気まずいよ。電気マンだけにこれが本当の伝説オスあるって。あれは…さっきのスメラギの飛行兵器。ちょっと待って GV、 進路は大変だ。暴走した飛天はスメラギの超高層ビルに衝突しようとしている。なんだって。予想される被害は甚大。このままじゃ被害が大勢の民間人にまで及んでしまう。飛行兵器を後回しにして、今はこのドローンを止めるしかないようだね。GV、 その先に緊急時用のコントロールルームがあるみたい。電子を操る君のセブンス、アームドブルーならきっとコントロールを奪えるはずだ。衝突まで時間は少ない。急いで向かって。了解。
まったくもう、しょうがないな、GV は。シオン、私の力を貸してあげる。他の人のことはどうだって構わないけど、他でもない、あなたのためなら。なんとか人的なオーラ出してんですけど。水前三尺、あれこそが僕らが狙う妖精の力だ。あら、チェンジやん。ジブイ、ちょうどその先がコントロールルームみたいだよ。了解、突入する。あれがコントロール装置か。アームドブルーの力でコントロールさえ掌握してしまえば。いけない、とても純粋なセブンスだわ。何？なんか突然現れた。ラズマベギル、な、まさか知ってるの？シャオ、自作大中世代の戦車ブラズマベギル、狙い手が開発中、新型自立戦車のようだけど、あれはまだまだか。おとばし、アームドブルー、アスカラスブヤ、戻そう。倒したけど、一体何だったんだ。 GV、 気になるのもわかるけど、今は一刻も早くその飛天を止めなきゃ。あ、そうだったね。奥へ向かおう。ジブ、これはプロテクトがかかっていてデータを書き換えられない。電子を操るアームドブルー以上のハッキングに特化したセブンス。そんな、このままじゃたくさんの人の命が。